尾形光一は、佐賀県鳥栖市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家。2021年9月から、2022年第8回、スペシャルオリンピックス、日本夏季ナショナルゲームサポーター。妻は、タレントの尾形かな子。長女は、声優の尾形優奈。佐賀県立鳥栖高等学校では3年春の、 九州大会でベスト8。夏は全国高等学校野球選手権佐賀大会でベスト4。1986年のドラフト会議で広島東洋カープが3位指名で交渉権を獲得し、契約金3000万円、年俸360万円で入団合意した。プロ入り直後に外野手へ転向1988年に一軍出場を果たし、 1989年オフにペニンシュラパイロッツへ野球留学した。1991年には102試合に出場し、日本シリーズでも先発メンバーとして出場するなど、早くから期待を集めるが、毎年のように怪我に泣かされていた。1995年には母が死去する不幸に見舞われたが、アキレス腱断裂によって離脱した。 前田智則の穴を埋め、レギュラーに定着。監督の三村俊幸は、小形の母は小形を二度んだと発言、話題となった。規定打席不足ながら打率は3割を超えリーグ8年ぶりとなる40盗塁以上を記録し、47盗塁で盗塁王を獲得した。9月20日のヤクルトスワローズ戦から10月8日の読売ジャイアンツ戦まで10試合連続盗塁王。 記録し、現在もセリーグ記録である。1996年には、リーグ11年ぶりとなる50盗塁を記録し、オフに4歳年下の中条かな子と結婚。その後、1997年まで、リーグ大記録となる3年連続盗塁王を獲得。この3年間で、計146盗塁を記録したが、その間の盗塁失敗はわずか26だった。 1997年に第一子となる長女、ユーナが誕生。1998年は、右方向への打撃を習得し、開幕から高打率を記録。6番という打順の関係もあったが、投塁数も順調に伸び、当時のリーグ新記録となる4年連続通るように、加え、首位打者、打点王も視野に入るほどの好調だった。 本塁打も量産したことで、トリプルスリーへの期待も高まったが、6月12日の、阪神タイガース戦の9回裏に、八木博士が放った飛球を追って柵によじ登ろうとして、飛び蹴りを加えた際に、右足首を捻挫して離脱。1ヶ月半後に復帰し、復帰後も高打率は維持したものの、本塁打、打点、盗塁に関しては、数字が伸びなかった。 1999年は、開幕から本塁打を量産。打率も3割を超えて、自身初の3割30本塁打を記録。また、この年だけで、初回戦闘打者本塁打を8本放ち、日本体記録を作った。2年連続となる打率3割に加え、自己最多の36本塁打、4割を超える出類、出塁率。 さらに5年連続のゴールデングラブ賞を獲得した。同年に第二子となる次女が誕生。現役時代2000年から選手会長に就任。2001年にかけて大きな故障に苦しみ、出場試合数が激減した。2002年は打率300と自身3度目の3割25本塁打を記録。2003年は 開幕から極度の不振に落ち込むも、4月末に放った、サヨナラ本塁打を機に急上昇し、2年連続の3割、29本塁打を放ち、自身最多となる82打点を記録した。最終戦となった10月12日の対、ヤクルトスワローズ戦では、試合前時点での成績は打率。297、29本塁打で、3割には、 最低でも4打数3安打以上の成績が必要だった。2打席目から3打席連続安打を放って3割を達成。3本目の安打は作彩上部に直撃する二塁打で、あと少し飛距離が伸びていたら30本塁打も同時に達成していた。2004年以降も打撃面では安定した成績を残した。同年オフに、 椎間板ヘルニア手術を行ったため、2005年の開幕戦出場が危ぶまれたが、オープン戦で復帰。開幕直前の試合で、中堅への大飛球を候補した際に肩を打撲した、ことで出場が絶望しされたが出場を果たし、9回表にダンミセリから決勝本塁打を放った。この年から、セパ交流戦が開始されたが、 5月21日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、とかのなおから顔面に死球を受け、左眼下を骨折した。しかし、翌日から通常通り練習に参加、その次の試合では、代打で復帰するなど鉄人ぶりも見せている。2006年は4月だけで2本の初回戦闘打者本塁打を放つが、 5月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、五十嵐良太から支給を受けて、負傷退場。検査の結果、右手薬指解放骨折で全治4週間の診断を受け、登録を抹消された。同年7月16日の対横浜ベイスターズ戦で、プロ初の抗議を行ったが、マーティレオ・ブラウン監督が制して、退場は免れた。同年に、 第3子となる長男が誕生。2007年は、開幕から、先発出場するものの、調子が上がらずに控えに回ることも多かった。復調し始めた矢先に右肘を痛めて、登録を抹消されるなど、苦難のシーズンとなった。そのため契約公開では、球団側に引退を考えていることを告げたが、引き止められ、翌年から高知県人ながら、現役を続行することとなった。 2008年5月25日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で8回に代打として出場し、ウィンストン・アブレイユから逆転本塁打を放った。この本塁打は、セントラルリーグ通算代打本塁打1500号となった。2009年には、加齢と積年の怪我による足腰の衰えや、新たな右肘の故障による不振によって活躍できず、同年10月1日に、 現役引退を表明。翌年から、野手総合コーチ就任を打診された。引退試合となった10月10日の対、読売ジャイアンツ戦で8回表より守備につき、木村拓也が放った、中堅飛球を補給した。その裏の現役最終打席では三塁打を放ち、優秀の美を飾った。現役通算23年は、木村笠吉と並び球団史上最長である。 コーチとして、ノックをする、小形現役引退後も対談はせず、コーチや監督として引き続き、広島東洋カープに所属。2010年は、広島の一軍や主総合コーチとして一類、ベースコーチ。2011年から2012年までは、守備総類コーチとして三類、ベースコーチ。2013年は、一軍打撃コーチを務め。 2014年は一軍野手、総合ベンチコーチを担当。4月22日の対ヤクルト戦で、野村健次郎監督が判定をめぐって5分以上の抗議で遅延行為で退場になった際には、監督代行として指揮を取った。2014年10月15日に野村監督の公認として、広島の監督に就任することが発表された。 監督1年目の2015年は4位に終わった。このシーズンを振り返って、翌年尾形は、去年の俺には馬鹿だと言ってやると述べている。2年目の2016年、チームを25年ぶりのリーグ優勝に導いた。しかし、日本シリーズは、北海道日本ハムファイターズに2勝4敗で敗れた。2017年4月19日の対イ DNA 戦で、 審判の判定をめぐって、暴言を吐いたとして、初の退場となった。挨拶の言葉を述べる小型就任3年目の2017年、チームを37年ぶりのリーグ連覇に導いた。複数回のリーグ連覇を達成した球団は、セリーグでは、読売ジャイアンツ以来となる。しかし、クライマックスシリーズでは、リーグ3位の DNA に2勝4敗で敗れ、 日本シリーズ進出を逃した。就任4年目の2018年、チームを球団史上初のリーグ3連覇、9度目の優勝に導いた。本拠地での優勝は1991年以来27年ぶり。クライマックスシリーズでは巨人に3連勝し2年ぶりに日本シリーズ進出を果たすが、日本シリーズでは福岡ソフトバンクホークスに1勝4敗。 一分けと敗れた。5年目となる2019年は、球団初となるリーグ4連覇を目指して、5月には、球団新となる月間20勝を達成して首位に立った。しかし、交流戦は最下位に終わり、リーグ戦最下位から、9年前までは20年ぶりの11連敗も、経験して、首位間なく。9月19日にリーグ4連覇が完全に消滅、30日には、 クライマックスシリーズ進出ものガスと同時に4年ぶりの B クラスとなる4位が確定。その責任を取る形で10月1日に辞任を表明した。監督を辞任した2020年からは日韓スポーツの野球評論家として活動する。2021年からはスカイ A のキャンプ中継としてのゲスト解説者としても出演。 さらに3テレビのゲスト解説者としても活動する。2021年9月26日には TBS チャンネルの解説者としても出演する。2015年7月30日。ありがとうございます。